新影流方眼派っていう心臓っすか。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。朝山一年会チャンネルです。先生、はい、いつも、居合の稽古とか剣術の稽古を僕らやってるじゃないですか、うん、それで今回なんですけども、そういう内刀とか長い刀じゃなくて、うん、短刀という脇差しよりもちょっともっと短いやつの居合技があるっていうお話を伺ったんですけども、うん、それは本当にあるんですか。はい、あります。あ、そうなんですね。それは朝山一天流であるってことなんですか。ですね、先代からね教わったものなんですが、朝山一伝流ではないんです。あ、そうなんですね、はいはい、流派はあるんですか。一応あります。これはですね、先代の、友人、はい、友人って言ってもね、戦争に行った世代の人なので、はい、まあ、師匠は先輩先輩っていう呼び方をしてたんですね、はい、私の師匠は昭和4年生まれなので、まあ、その方は大正生まれと、はい、いうことでね、もう多分亡くなってるんでしょうけどね。で、その方がそれを伝えてたんです。はい、まあ、新影流方眼派っていうもので、まあ、方眼っていうのは役付き官僚のことですね、はい、はい、昔のね、いや、身分が高い、身分が高い人のっていう意味なんですよ、はい、で、そこに短刀居合と脇差しの居合というものがあって、はい、で、その師匠、その先生は最終的に後継者がありませんということを師匠に言ってきてね、まあ、その時の手紙のやり取りとかテキストのやり取りとかそういうものは私全部保管してるんですけども、後継者がありませんと、うん、だけどもその立ち筋だけは残したいっていう、まあ、切なるお手紙をいただきましてね、はい、で、なんとかならんもんかということで、私の師匠泊まりがけでね年に何回か行って、またお手紙テキストのやり取りをして、まあ3年4年ですかね、はい、それでなんとか覚えて、はい、あとは大崎先生のご一門で立ち筋を守ってくださいという形で私が師匠から教わって、あ、なるほど、っていう形なんで、はい、まあ、朝山一伝会の稽古の技としてやるのはいいかなという形ですね、はい、朝山一伝流ではない、ない、はいはい、一応、ここで学べるっていうことですね、うん、はいはいはい、それはやります。短刀なんて、その他であんまり見ないですから珍しいですよね。短刀の居合ってあんまり聞かないですね、うん、まあ、脇差しの居合と短刀っていう言い方になってるんですけど、はいはい、男差しの担当なんで前差しっていう小さいつばついてる、はいはい、昔時代劇見ればね出てくるんですけど、はい、侍が家に帰ってきて大小を掛け物にこうかけてね、で袴を脱い で、はい、で着流して家の中で過ごす、ああ、その時にちょいと差してる、はい、ああいうやつです。吉良幸助之助が切られたのも、朝の匠の髪に切られたのも、あれも短いやつ、あれそうだっけ、あれ脇差しじゃなかったっけ、脇差しでしたっけ、うん、はい、多分あの状態は脇差しだと思うんだけど、うん、はいはい、前差しっていうね短刀サイズでつばがついていて、はい、小さいのなんです、はいはい、これが私がいつも使ってる大刀ですね、はい、稽古に使ってる、はい、まあ、ちょっと長めですよね、朝道伝流、うん、これは二尺六寸ですね。でこれが脇差しです、はいはい、でこれが前差しっていうやつ、短刀の部類です、はい、でこれ合口、はい、ですね、うん、まあ、結局のところこの3つは腰に帯びるものなんですけど、はい、これは懐中なんです、はい、晒しを巻いて懐中に入れておくと、女官とかが懐に入れてる、女官、父の敵みたいな、あ、女官っていうか、う、父の敵っていうのはここですか。まあ、あれここだったような気がするけど、所作がプロの意見が多分ですよ。これに関しては、はい、師匠から伺ったのはこういうね袖のあるこう大袖のね、はい、で晒し巻いてそこにこう挟んでおいて、これを抜刀するときは肩衣を外すっていう風に、おー、また抜刀し方違うんですね、うん、だから 手を入れて中でかけて肩衣を外しながら抜刀してつくっていう、すごい、いろいろな、そういう使い方を、うん、もしますよっていう、今回使うのが、これとこれですね、はいはい、脇差し合いと短刀居合、はいはい、ということです、はいはい、ちなみに この居合技っていうのもあるんですか。あります、はいはい、やらないですけど結構大変なんですよ、はい、衣装もそういう風にしないと、着想もなんかちょっと変わっていくのか、肩着の外してこう抜刀するとかね、はいはい、居合術としてはだからこの懐中
での居合もありますし、うんうん、鉄線もあります。鉄線居合っていうのもあります。はい、鉄線居合それはないですよね。あ、体術的なものなんだ。体術というか刀を抜こうとする人、それを鉄線でやっといて、あ、まあ、相手のやつ取って刺すっていう。ああ、まあ居合ってなんかその座って、うん、まあ、抜かせないっていう技ですね。もあるね。はいね。あとガマザ居合っていうのもあります。ガマザ居合、はい、ガマザっていうのはあのほら編んだようなこう丸い座布団よくあるじゃないですか。あ、ありますね。昔ね。あ、はい、こう編んであってぐるっと、はい、うん、あれを使う居合。へー、そんなものまで使うんですか。はい、機会があればちょっと見たいです。そうですね。今日はやんないです。では先生、その技というのをちょっと見たいんですけどもよろしいでしょうか。はい、わかりました。お願いします。先生ありがとうございます。はい、帯なんですね、ここに。ああ、今のは、うん、内藤しない、脇差しをこう置いたやつ、今左に置きました。はい、右に置くパターンもあります。あ、そうなんですね。はいはい、で、まあ、基本やっぱ突くなんですね。はい、抜いて相手がね切ろうとする、寄ってって、はい、それで抜いて丹田を突く、立っている状態の人の丹田を突く。なんか状況的に大刀抜いて打つじゃなくて、相手が悪いことしたぞ的な感じで、これはちょっと裁かなあかんみたいな感じで大刀も預けてる状態でみたいな感じがちょっと出てますね。はいはい、こういうこの構えというか、 あれはね、たもと斬新って言って、今稽古着ですけどね、こういうたもとのある着物を着て、それで腰へこう刀を取るんですよ。でパッてやった時にたもとで刀隠してるんです。あー、なるほど。目隠し、あ、なってる。それで斬新してる。で、何かあったらこのままこうやってもいいっていう、はい、そういう状態ですね。それでその後、まあね、一尺ほど切っ先を落として血振りをして、それで取るでしょ。はい、で鞘の身を動かしてノート、はい、で、長場釜を買い込んでスッと。やっぱり身分が高い人がやってる。そうですね、はい、イメージが浮くから。特別感が、はい、すごい。じゃあ先生次は、はい、帯びてますね。はい、これは何か想定あるんですか、その部屋とか、なんかその服装。あ、これはあの帯びてますけども、基本的にだから大小をね、掛け物だから着流しで多分部屋の中でっていう状態ですね。お座りしてあのね、お客人相手にしてるとか、そういったことでしょうね。まあ、くつろいでる状態ってことですね。居宅でという感じですね。はい、はい、先生、はい、派手でしたね。あ、そうそう。あんまり見ないですね。はい、すごいな、なんか担当ならでは、はい、あ、そうかな。でも縦でもないんですよ、ちゃんと相手がいれば分かることなんで。あ、じゃあちょっと相手も塚田さんが、あ、やられますわ。どういう感じ。はい、そうだけど、はい、こういう状態ね。こういう、はい、はい、で相手が刀を取って抜かんとすると、こう入るんです。こう、はあ、ね、ここからここまで切る。これ切るんですか、それとも脅すみたいな。切る切る、ペッと。あ、なるほど。でそれからちょっと動かないで、はい、危ないからね、はいはい、ここからこう入るんです。つまりここの鎖骨の間から心臓を作る。ああ、ちょっと失礼します。はい、はい、ここですよね、うん、あのこのこの隙間の部分、はい、ズボッて入る部分ですね。はい、この長さだと心臓まで達しますのでね。うんうん、でその後こう引いて、これが詐欺上段で、詐欺上段、詐欺のくちばし斬新、こういうふうに、はい、でそれでこう降りて、で使ううちのチブリ、はい、それでスッと刀身をこう持って、ここから小指へこう運んでいって反応するという。なかなかえげつない。ちょっと怖いですよ。あの上からこう来るって怖いですよ。確かにジャンプしてやんないと入んないかもしれないですね、はい、担当だと。
ズボッていけない。そうそう、手でこんなことやっても入らんですよね。はい、だから落下使って、はい、だから連続的にやると、そのままで、そのままで、はい、連続的にやるとほっつっといって、おー、はい、で先生もちゃんとあの狙い通りいってるのがすごい初めてじゃないぞやったことはないけどそれでさっつって、はい、ね、詐欺状態で、このままこう、で、掴むし、で、こう取ってね、刀身つまんで、こういう口へ持ってくれて、はい、こうね、こっから、こう、はい、それで、こう、こういう口へ運ぶ。すごい。ちょっと怖かった。怖いっすね。怖いっすね。大丈夫ですよ。大丈夫です。岡田さんにやってもらってよかった。いいといいよ。すごいから、もう圧力というか。怖い。先生、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、いや、なかなか派手な技というか、うんうん、はい、結構ファンタジックな技多いです。多いですよね。これはなんかそういう実践とかそういう目的で作られたっていうわけじゃなくて、部分部分はね、あのちゃんとね使えるものだったりするんですけど、はい、多分ね、まあ、身分の高い人たちの本なんで、いわゆる位とかね、見栄えとかを重視してた全体の構成としてね、はい、うん、要は映える剣術、見栄えはしますからね、はい、すごい。言ったら、まあ、奉納剣術っていうか、こういう派手な技ですごいだろう、うん、僕たちはみたいな格式高いやつ、格式高い人たちのものだったはずなのでね、はいはい、そういう要素が強いっていう。でもそれも歴史感じてまた面白いですよね、そういう技もあるっていうのも。先代はすごく勉強熱心というか、そういうとこもあって、つまりこの担当ですね、脇差しの使い方はあるんですけど、脇差しの居合っていうものは一伝流になかったりするじゃないですか。あ、はいはい、そういうね、ないものを補うっていう感覚があった人なんでね、はい、あ、はいはい、何でも使えるようにしようっていう、ね、昔の剣術もそうでしたもんね、あの剣術だけで居合なかったら別の流派で習いに行くっていうのは昔からありましたしね。だから前差しと脇差しの居合っていうのは、あの珍しいんだよね。私も大事にして、ね、あのやってるんですよ。え、これって脇差し担当以外に大刀とかもあるんですか？あの、この流派独自のものもあります。ああ、なるほど、はい、ちょっとそういうの見たいっていう。かっこいいですよね。あ、そう、いや、見たいですね。かっこいいのはかっこいいかしらね、はいはい、ちょっと映えるやつ欲しいです、はい、そのね。ぜひね、まだまだたくさんね、放課後の技あるので、見たいって方はぜひコメントにね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今後とも古武道の普及に精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価、またコメントの方もよろしくお願いいたします。